はい、黒猫、風邪ひきの黒猫捕まえに来ました。おいで。おいで。ほらほら。あそこ風邪ひきのね、黒猫。だいぶ風邪ひいて。おいで、おいで、おい。ほら、はい、あ、ちょっと様子見ますね。3匹他におるからね、あそこに。もうちょっと今日寒いしね、あのポンさんもねこの前から気になるしね、ちょっと夢にも出てくるからかわいそうやからね、保護しよう思ってね、まあ、ちょっと様子見ますね。なかなか捕まれんやろね。ちょっと巻き餌したりしますね。はい、今もあの人が餌やるのもちょっと注意したけどね、あの手術って言うたらね、どっか行きはりました。ただ餌やるだけでね、手術って言うたら結局逃げていきはるからね、ようわからんぞ、ここの大阪の人だってね、餌やりさんで、まあ、これをねまた規制していったら餌がねもらわれんから難しいんやけど、けどね、言うことは言うとかんとね、うん、分かりはれんからね、ここに入れようとしてはったから、まあ、注意してんけどね、堺市の方でもね調べてもうたら去勢手術もね、してくれまれるか分からんから言うことで言うだけど、やっぱりそこまでは専用しはれんね、うん、難儀な人たちですわ。はい、はい、巻き餌してんけどね、黒猫を捕まえようと思ったらね、まして他の子がね入ろうとするからなかなか難しいんですよね。こらお前あかん、こらお前、あの子でもええんやけどね、 とりあえずポンさんは黒猫ね、風邪ひいてる子を捕まえます。かわいそうやけどね、他も捕まえてやりたいけど、特にね、あの子の猫がね、風邪ひどいからね、ちょうど車の中でね保護してね、風邪治るまではねちょっと車の中でね保護しようかなと、そうせんと他に移るしね、ちょうどグレーの子を今日保護室に入れたからね、ハウスにね、ちょっと黒猫ちゃんちょっと頑張って捕まえます。はい、はい、この猫食べてます。このままいことね入ってくれたんやけど、あと他にもね、あ、どうだっけ、3匹ほどあれしようか、ごめん、うまいことこの猫入らんね。あ、まだ向こう行った、ちょっとまた変えます。なかなかかからんね。はい、セットしてます。こら、4匹出ます。特にこの子はね、目こんな感じでね。
なり。それで今おっちゃん、もう一人のおっちゃん来てて喋っとってんけど、ねえ、仙北にもなんか80匹ぐらいの野良猫がおるって、ね、言うてはったけど、まあそこもいっぺんね、手術してるから見に行きたいけどね。警戒してますね。この毛の長い子やったらね、もう入りそうやねんけど、どうしてもね、この子を取れない、とりあえず薬やってね、風邪をね、ちょっと治してあげたいな思うけどね、こんな感じでね、かわいそう、かわいい子をしてますよ、ほんまに。みんなね、長毛ちゃんが2匹とね、ボンちゃんみたいなのが1匹、ね。あの黒猫は周りのやつかな。おいおいで。あ、これは綺麗ね。何匹おんやん。4時ぐらいになったら結構集まってきましたね。まあ、餌やりさんがね、来はるから多分。もう一匹いてますね、ここに。あ、この子ね。この子。餌がとんね。まあ、4時、今4時やからね、餌やりさんがそろそろ来るんやけど、ね、まあ、ちょっと一人を追い返してもらうな。お腹減ってんかもわからんけどね。ちょうど今ね、茶色い子はいてないから5匹かな。いてんの5匹ですね。茶色い子が新しく来てるって言うけどね、それ見ないからね、うん、まあ今のとこ見ないですね、はい。多分この子腹減ってんでしょうね。このね、ポンちゃんにの子クロちゃんがなかなか入れんからね。こなして悩むんですよね、ポンさんも。ほんまね、黒猫ちゃん保護したいんやけどね。ねえ、みんな可愛いからね、顔見てたら。ねえ、それ寒いしね。今あそこの食べてます。Thank you.
後まで見ていただきありがとうございます。僕たちのおやつ代としてグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。